6月16日未明4月に自宅マンションで乾燥大麻を所持した疑いで逮捕された俳優の永山絢斗容疑者自宅の家宅捜索でさらに一時程度の大麻が押収され最初の逮捕から14時間後に再逮捕されている今回の逮捕を受け綾人さんは2024年放送の NHK 大河ドラマ「光る君へ」の出演を辞退 わうわうわ映画「泣き虫しょったんの奇跡」「冬原峠最後の侍」7月1日放送予定のオリジナルドラマ「ダブル」の放送中止を発表しました兄の永山瑛太は逮捕当日の朝「まあ俺は許さない」「それだけですね」「フォローするのどうの」とか関係ないですから 綾人が俳優になりたいっていうのは自分で決めたことですからと厳しい言葉で語った実業家の堀江門こと堀江貴文氏はこれについて許さないとかあほやんと自身のツイッターで批判メンタリストの大悟も堀江氏のツイートを受けて兄弟の構成の機会すら許さないという言葉で潰さなければネットモブたちによってたかって叩かれてしまう世界 自分の兄弟の方がネットモブ立ち寄りもはるかに大切なのにねと身内の人間をかばわずネットの反応を忖度した瑛太の態度を問題にしたしかしこのことが SNS 上で波紋を広げている「大悟さんの言いたいことすごくわかります堀江さんよう言った」と称える声がある一方で 厳しい言葉を語りながらも兄として応援していたかったと無念さを見せていた瑛太をおもんばかる声も多い許さないという言葉の裏にある本当の意味はきっと家族にしかわからない事情があるのだと推察しますいろんな思いがあふれる中言葉を絞り出しながらコメントしてるように見えます家族を代表して俳優仲間として だから、許さなないいって思うのは当然じゃないですかその言葉の意味はとっても深いと思うし、それに見捨ててるわけじゃないと思う。「許さない」という言葉をストレートに聞き取ると弟さんを突き放しているように聞こえますが、そうじゃない場合もあるので、この言葉の本当の意味は第三者にはわからないのではただ思うのは。 ここで兄が弟を擁護するコメントを出したら弟さんはさらに社会から叩かれると思います2014年に放送された「おしゃれイズム日本テレビ系」では弟について6個離れているのでちっちゃい時からよく可愛がっていたんですだから赤ちゃんの時の綾とのママの感覚で今でも可愛くてしょうがないんですよと語っていた瑛太 信頼していたゆえに、許さないという言葉が出てきてしまったのだろうか。以下は、ネチズンのコメントをまとめたものです。勝手な想像ですが、自分を同じ立場に置き換えたとき、弟さんのことなので寄り添って助けてあげたい気持ちが第一でしょう。だけど、それを言ったら余計に炎上してしまうのは目に見えている。 なので身内があえて「許さない」と毅然とした態度を率先して示すことでこれ以上に他人に批判させないよう身内としての責任を取っているように思えますそれを「アホ」とか「公正の機会を潰す」なんて悪意ある揚げ足取りにしか思えません おそらく本人たちは注目を集めたいがために意図的に批判しているのだろうけどさすがに苦しんでいる身内にまでかみつくのは非常識です仮に擁護する発言をしても自分の存在を示すために何かと理由をつけて後出しじゃんけんで叩くのは目に見えています本人のことは大切であってもその罪を許さないのは当たり前 犯罪を犯しても簡単に許そうという用語では薬物から脱却できなくなるし、芸能界で薬物が蔓延し続けてしまう。最近はいろいろな事件で家族の責任まで問うことが増えてきた気がするが、犯罪は基本的に本人の罪、未成年なら家族の影響もあるけど、成人した人物の問題に家族を巻き込むのはおかしい。家族や関係者は巻き込まれて大変な立場だし。 裏切られたショックも大きいはず。家族や関係者を追い回す無理な取材も控えるべきだ逆に「そのくらい許してあげようと思う」と公式な発言したら果たしてどうなるかと思えば考えもつくと思うんだが表向きは「叱る」か「怒る」ってのが家族のある著名人としても何より兄としても周辺に余計な波風を立てない一言に思うんだけどね。 代理人に連絡取ってサポートを願い出てると思うよ、そういう絆のある兄弟だと思うしね。家族は見捨てるわけにはいかないのです。許さないけど切り捨てるわけではないのです。家族によって考え方は違うとは思いますが、同業の家族として、法を犯して自分の立場をわきまえない行動を取ることは許せないはずだ。 その影響がどのようになるのかは十分承知しているはず罪を償うことが大事驚きと怒りとそれから失望と渦巻く感情の表れとして出た言葉でしょう他人とは違ういい意味でも悪い意味でも血のつながりは切れないからこそ言える言葉もあると思います許さない という兄としての言葉を堀江さんがこういうふうに解釈するのには違和感を感じます強い言葉の裏には家族として世間に対しても申し訳ないという気持ちもあるんじゃないでしょうかいずれにしても多くの人たちに迷惑をかけ自分も大切な人生の多くの時間を無駄にする本当に大きな罪だと思いますこれがエモンという人物で 対局にいる人にとっては神来たくなるでしょうが彼にとってはただの平常運転人の良識など価値観の違いと同じなのでこの人の意見に振り回されずに自分の考え方をしっかり持っていけばいいと思います第悟の田村敦氏から言われた確証のない言葉が自分にとってはいじめだったという19分長の YouTube 動画を今日勘から言えるのですが 家族にしかわからないコメントまで批評するのはどうかと第悟の田村淳への YouTube の言動や高岡壮介の韓流ドラマばかり放送するテレビ局批判や小栗旬へのガーシー的なツッコミは正論かもしれないただ2人とも何にでも意見するから余計なお世話的な指摘も多い堀江貴文は三木屋さんが嫌いなのは分かったそればかり言っている やった自分だけのことでは済まないし同じ仕事をしているからどれだけ体制に迷惑をかけるのかも知っているお金だけではなくてみんなが一生懸命作った作品を楽しみにいているのに延期や中止になればそれを裏切ってがっかりさせることになる一番悔しい思いをしているのは家族だと思う世界中が敵になっても家族は味方です そんなこともわからない人が余計なことを語りなさるな。家族って血のつながりっていいよね。ありがたいよね。永山さんも世間のすべてが敵になっても一番の味方がいることを忘れないでくださいね。もう少ししたら頑張れって応援させていただきますね。許さないの言葉にはいろんな意味が含まれていると思います。 自分が同じ立場で身内が犯罪をやったらその罪は許さないという感情になると思いますだけどそれは見捨てるとかそういうことじゃないと思います言葉には見えない部分もたくさんあり家族にしかわからない面もたくさんあるだろうに許さないの部分だけ上げ足取って批判するってただ叩きたいだけの人なんだなと思います